皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディーイバスタの時間です。この動画は小学校5年生の国語、大蔵爺さんと癌」の4時間目の内容です。教科書219ページを開いて一緒に国語の勉強に取り組みましょう。この学習の目当ては一番印象に残った場面を選び、 自分で感じたことが伝わるように朗読しようです。また、この学習で身につけたい力は、自分で感じたことが伝わるように文章を朗読する力です。それでは、今から自分のお気に入りの場面を決めていきましょう。動画を止めて本文を音読しましょう。読み終わったら、また動画を再生してください。 音読できましたかそれでは4つの場面の中からお気に入りの場面を選んでワークシートに書きましょう。どうしてその場面がお気に入りなのですかワークシートになぜその場面を選んだのか自分の考えを書いてみましょう。例えば3の場面の残雪が仲間を助ける場面では残雪の仲間を思う姿に感動したから4の場面で最後に「 大蔵爺さんが戦おうじゃないかと言っている姿から、残雪のことを良きライバルと認めているのではないかと感じたから、などといい感じです。それでは動画を止めてワークシートに書きましょう。早いですかではまず、音読と朗読の違いについて押さえておきたいと思います。音読とは、 声に出して読むことですが、朗読は自分の感情を込めて読むことを言います。文章を読んで自分がどのように感じたのかということや、登場人物の気持ちについてどのように考えたのかということを読むときに表現できると良いですね。朗読のポイントは、自分が感じたことが伝わるように、大きさや強弱、速さ、 間の取り方などについて工夫して読むことです。例えば、はやぶさだは、はやぶさが急に現れたことに驚いたように読みます。皆さん、驚いていることを表すためには、どのように読みますかそうですね。はやぶさだ。のように、声を大きくして読めると良いですね。また、この時、教科書に大きく、 とポイントを書きましょう。他には「おいがんの英雄よ」は大蔵おじいさんが残雪のことを認めたように「おーいがんの英雄よ」というふうに読んだりします。また「ある晴れた春の朝でした」は冬が明けてようやく春が来たことを表現できるようゆっくりと ある、晴れた、春の朝でした。と読んだり、いつまでも、いつまでもは、この先も大蔵おじいさんと残雪の関係が続いていくように間を空けてから、いつまでも、いつまでも、という風うに読んだりすると良いでしょう。では、動画を止めて、朗読のポイントを教科書に書いてみましょう。 それでは今から自分のお気に入りの場面を朗読していきます。先ほど書いたポイントを参考にしながら自分の考えが伝わるように気持ちを込めて朗読しましょう。では動画を止めて読み始めてください。読み終わったらまた動画を再生してください。皆さん自分の考えが 聞いている人に伝わるように朗読することができたでしょうかそれでは今日のまとめです。今日のまとめは、朗読するときは自分が感じたことを相手に伝えるために、声の大きさ、強弱、速さ、間の取り方を工夫して読むです。それではポスターにまとめていきましょう。自分のお気に入りの場面と、 その理由を書きます。それでは動画を止めて、この時間のワークシートを参考にしながら、ポスターの右下に書き進めていきましょう。書き終わったら書いた文章を読み直し、誤字・脱字の確認をしましょう。ポスターにまとめられたでしょうかこれでこの時間の学習を終わりにします。次回は物語の魅力について考えていきます。